NTT プララ光 TV 光 TV は NTT プララが展開する映像配信サービスを中心としたブランドである。本校では光 TV のブランドを関した各種サービスや関連するサービスについても合わせて解説する。過去に NTT プララが運営していたフォースメディアや同社に譲渡されたオンデマンド TV 同社と同じ NTT グループの NTT コミュニケーションズが運営していた OCN シアターの3サービスを統合する形で2008年3月31日より提供を開始した。当ブランドの根幹をなす映像配信サービスの光 TV は NTT 東日本、西日本のフレッツコを呼び、それを利用する光コラボレーション事業者、もしくはソニーネットワークコミュニケーションズのニューロコート、契約し、 光通信回線の付設工事が完了している世帯で利用できる。通信事業者によってはオプションサービスとして光通信回線と同時に契約することもできる一方で付設されている回線のタイプによっては利用できない場合もあるためあらかじめ光 TV や通信事業者へ確認するのが望ましい。ケーブルテレビにおける多チャンネル放送に相当するサービスで テレビ放送とビデオオンデマンドを同一の IP マルチキャストリソースを用いて提供している。解像度はハイビジョン画質では最大1440-1080、4K 画質では最大3840-2160で、ビットレートはハイビジョン画質では 15Mbps、4K 画質では 30Mbps である。テレビ放送サービスは 全身のフォースメディアからの流れで NTT プララの子会社である一般登録放送事業者の iCast により提供されている。サービスキャラクターは光り返さる。地上デジタル放送や BS デジタル放送、各種専門チャンネル及びビデオ配信サービスを提供している。なお、専門チャンネルでは権利の関係で放送できない番組があり、 該当する番組の放送中は別の番組に差し替えられる。視聴するには、光 TV チューナーを内蔵したテレビや PC に、LAN ケーブルを接続するか、専用チューナーを HDMI ケーブル、またはコンポジットケーブルで接続することで視聴できる。専用チューナーは、契約時にレンタル、または、光 TV ショッピング等で購入しておく必要がある。 専門チャンネル及び VOD サービスの有無に応じて複数の料金プランが用意されている。地上お及び BS の全チャンネルと一部の専門チャンネルはどのプランでも視聴することができる。4K 放送のチャンネルやビデオ配信にも対応している。地上デジタル放送については2008年5月9日開始の東京都を皮切りに 2021年11月、現在は20都道府県で取り扱っている。ただし、区域外再放送は、各放送局などからの同意が得られておらず、全く実施されていないため、隣接する県の放送局を、アンテナや、ケーブルテレビ等で受信、視聴できる地域の世帯では、従来視聴できていた、隣接県の放送局が視聴できなくなるという、問題が生じている。 PC での視聴時は DLNA アプリを使用し OS が Windows の場合はソニーの PCTV プラスもしくは Dixium デジタル TV プラス OS10 及び MacOS では SUBTV リンクが対応している外出先からの視聴や後述のスマホタブレット向けサービスでの利用は不可ビデオサービスについてはブラウザを介して視聴できる番組の録画には 別売りのハードディスクが必要となる。いずれのチャンネルにもコピーガード信号が混入しているため、BD レコーダーや DVD レコーダー等のデジタル式レコーダーでは録画することができない。アナログ式レコーダーには録画可能だが、コピーガード信号自体は記録されるため、そこからデジタル式レコーダーへのコピーはできない。ブルーレイディスクにダビングをする場合は、PC を使用し、 前述の PCTV プラスをインストールして行う。料金プランは以下の4つあり、どのプランでもプレミアムチャンネル、プレミアムビデオを追加契約で利用できる。オプションビデオは PPV で利用できる。これらとは別に、基本料0円で一時的にどのチャンネルも視聴できなくなるお手軽プランというプランがあり、解約手続きを行おうとするとこのプランを進められる。 大阪チャンネルなどのプレミアムビデオは追加契約で利用化。また、新規契約者向けに2年割というキャンペーンが行われており、2年間の継続利用を条件に月額料金が2年間割引される。専用チューナーをレンタルする場合は2年割の適用の有無で機種が変わり、申し込む場合はトリプルチューナーモデルに、申し込まない場合はシングルチューナーモデルになる。 二年以内に解約もしくは基本放送プランやお手軽プランに変更した場合は違約金を請求される。公開線や専用チューナーがなくてもスマートフォンやタブレットを通じてビデオ配信や一部の専門チャンネルを視聴できるプランが前述のテレビ向けサービスとは別に用意されている。料金プランは以下の通り、いずれかのプランでも ドキュメンタリーオブ NMB48 などのオプションビデオ、大阪チャンネルなどのプレミアムビデオは別料金で視聴可能。地上波については契約世帯の都道府県に所在する放送局を視聴できる。前述の通り区域外再放送が一切行われていないため、隣接する他府県の放送局はアンテナ等で受信できる地域であっても視聴できない。微光欄のは スマートフォンタブレット向けサービスのバリュープランを呼びエントリープランで視聴可能なチャンネルを表すすべての料金プランで視聴できるお値打ちプランまたはテレビおすすめプランで視聴できるすべての料金プランで別途追加契約を申し込むことで視聴できるプレミアムチャンネルプレミアムチャンネル HD に移行したチャンネルは省略光返さは ヒカリ TV のサービスキャラクターである。水色の猿の外見に似合わず、渋い男性の声で話す。服を着ていないが、自分が裸であることを自覚しており、テレビ CM ではそれをネタにすることもある。テレビ CM では、基本的に画面中央に直立しており、ほとんど動かない。しかし過去に提供された、スクリーンセーバー内では動き回り、時に爆中も披露したり、 瞬間移動をしたりする。特技は、ダンス、漫才、歌。夜には、家で、カラオケの練習をしている。詳細は不明だが、家族がいる。4K サービスの開始に合わせ、高精細を強調した、リアルな光カエサルも登場した。めちゃにイけてる。では、岡村隆史により、笑わざるとして、CM のパロディが行われた。ありがとうございます。